おはようございます、今日はですね、今ホテルをチェックアウトしまして、ワット・パクナムの方へですね向かっております。はい、まあちょっとね、写真撮影のね状況をちょっと調べようかなと思いまして、向かっております。本格的な撮影はね、今回は、今日のねもう昼過ぎにはペッチャムに戻っちゃうので、このままですね、一応まあ船の状況であるとか撮影がどんな感じでできそうなのかっていうのをね、チェックするのと、まあ近場をですね、ちょっと散策をね、していきたいなと思います。いやー、バンコクね、もう寒気で晴れ渡っておりますが、ペッチャブンよりやっぱなんかこう暑いね。まあバイクをね風切ってると涼しいですけどね。はい、この辺りは左側中華街かな。はい、でまあ今日ね日曜日ですから空いてます、空いてます。はい、で今日ですね、ワット・パクナムのね周辺の散策が終わりましたら、ゴーさんとね、旅ネズミさんとお茶をすることになっております。それではね、安全運転で、向かいたいと思います。後ほど。今ですね、バイクの方でタラトプルーのね、はい、こちらが、はい、ボート乗り場ですね。はい。でこちらがですね、要はあのバット・パクナムのですね大仏が大きく見えるね、場所という感じですけども、まあここにですね、はい、上に上がるね階段があります。でこれがですね、まあ、上のねまあ道路にねつながっているんですけども、ちょっと上がってみましょうね。はい、これは上がっていくと、いやでも涼しくて観光日和ですね。やっぱねオンシーズンという感じでございます。はい、まあこれがね上の通りなんですけども、はい、まあこれをねちょっと歩くと、もうそこにね、はい、あんな感じで見えますと。ちょっと望遠しますよ。はい、まあこんな感じでね見えるんですが、まあこれだとまあ写真映えはこっからじゃもう電線とかあってねしませんから、ちょっとね港の方へ行ってみたいと思います。でこちらがあのタラトプールのですねボート乗り場ですね。はい、ちょっとそこからね、はい、見てみたいと思いますが、ボートが来ましたね。はい、ボートが、まあ、こちらのボートでですね、ここからワット・パクナムの方にね、はい、行くことができます。はい、はい、今ですねお聞きしたら、この船一艘で借りるのに500バーツだそうです。はい、ですからまあ僕今日一人で来てるんで、一人でも500バーツだし、だから仲間で来ればまあ一人頭割ればね、例えば3人で割れ150バーツぐらいするという感じです。こんな感じで、はい、写真が撮れるみたいですね。はい、まあ、ちょっとね行ってみたいと思います。はい、まあそれでですね、残念ながらこの港からはですね、港からは残念ながら、はい、見ることはできません。はい、で場所的にはこの左側になりますね、こっち側。はい、ですからボートでね少しな、中に入っていかないと見れませんね。はい、お姉さん
さんが、連れてってくれたんですね。はい。で、貸切ボートはね、30分だそうです。はい。あ、もうあそこに見えるね。もうあそこに見えますね。どの角度から浮かぶ？
ちらはですね、水路に入ってきて裏側に回ってきております。はい、裏側はこんな感じですね。今これでね、iPhone の14 Pro で3倍です。はい。ですからね、まあ、これがちょっと縦画面撮りますけども、縦画面で撮るとどうなるかね、ちょっと見てみましょう。縦画面でね、こんな感じでございます、今。はい。ですからまあこれだとちょっと迫力にやっぱ欠けますよね。で、ちょっとこれね、拡大してみますけども、まあこれぐらいになるとだいぶ、はい、いい感じじゃないかなという感じですけども、やっぱりそれなりの望遠レンズ持ってこないとダメですね。で、やはりあのボートがですね、かなり本数通らないと絵にならないということを考えると、まあなかなか難しいショットになるかもしれませんね。だからもしかしたら AI で、船なんかは AI で浮かべたかもしれませんね。なんとも言えません。はい、で今ね、これ iPhone で7倍ズームですから、はい、まあ、これぐらいの大きさになるんだと思いますが、まあ、これだとね、まあ、船がなかなかね映り込まないので、はい、今船が来ましたね。これで今5倍ぐらいですね。今ですね、ワットパックなものね、撮影終わりまして、タラートプルーっていうね、はい、まあ、試乗エリアみたいのがこの辺りあるみたいなんで、はい、ちょっとねそっちの方へ歩いていきたいと思います。こちらがね、タラートプルーっていうね、はい、エリアですけども、はい、ちょっとね見ていきましょう。すごい混んでる。皆さん。ケーキ屋さん。ああ。あれですね。カノムですね。はい。お菓子屋さんですね。手作りのタイのスイーツ。すごい混雑。ここにね、はい、線路がありまして、
まあ、この周辺にいろいろ、ああなるほどね、こういう、はい、昔ながらのお店とか食べ物屋さんとかで、この一本ですね、左側の大きい通りもお店がたくさんありますので、はい、いやーなんともどどかでいいじゃないですか。電車を見ながら、はい、ね、食事ができるという、はい、そんな場所でございます。ちょっと向こうからね、大通りの方、はい、歩いていきたいと思います。いやー天気が良くてね、クソ暑いですここはあのタラートプル駅っていうことなんだろうね、はい、まあのどかな雰囲気の駅ですね、はい、今日はね日曜日なんで、タイ人のね観光客の方も、はい、そこそこやっぱりいますね、はい、まあ、こちらはワット・パクナムから近いエリアなんで、まあ、観光が終わった後に、はい、こちらで食事をするっていうね感じなんでしょうかね、はい、このタピオカ19バーツ安いね。キロ40バーツのみかん、バンコクとしては安い。はい、今ですね、こちら、タラートプルーのね、船着き場からですねボートで出て、はい、ワット・パクナムのね撮影をしてきましたけども、いやかなりやっぱりいろいろ条件を揃えないとかなり映える写真は難しいなという感じがしましたね。まず望遠カメラがいるということと、それからまあ船がねあれだけ、おしゃれにねレイアウトするには相当幸運じゃない限り難しいと思いますね、はい、まあそんなこんなをね感じた、次第ですけども、まあ500バーツでね、借りて、まあ、写真ね結構撮れるっていうのは観光客的には、いいんじゃないかなと、おすすめなんじゃないかなと思いました。はい、それではですね、こちらタラートプルーからお伝えしました。以上です。